にちは、すみだです。大阪府と奈良県にまたがって美しくそびえる二条山、今日は奈良県側から登ってみたいと思います。それでは行ってみます。はい、案内図があります。鳥谷口古墳の横にですね、大きな公園がありまして、桜の季節なんかとっても綺麗なんですよね。なんかホタル護岸ってこの辺書いてますから、ホタルも生息してるんですかね。今日は現在地ここなんですけどもね、大きなため池の大池っていうんですかね、大きなため池の横を通って、古墳の前を通って釣り堀の横を通って、まずは雄泉寺さんに向かっていきたいと思います。それでは行ってみます。大きなため池があるんですよね。少し近くに行ってみようと思います。はい、空の映ったため池を大きな鯉が仲良く泳いでいます。はい、鳥谷口古墳です。約1300年前に作られたものですよね。いやー、それにしても二条山のふもとってたっぷり歴史が詰まってますよね。はい、それでは行ってみます。タイマジャヤさんか。はい、二条山登山口こちらですね。あ、皆さん釣りに専念されてるのかな。釣り堀ですね。はいはい、大龍寺様の横の道を歩いていきます。何度か登ってる二条山ですけどもね、今日もこの後は雄泉寺さんのところからは歩いたことのない道を歩いてみたいと思います。楽しみに向かっております。はい、雄泉寺様の手前にですね、案内図があります。はい、黄色に表示されている部分が奈良県で、白色が大阪府ですね。はい、またがってですね、目岳と小岳がそびえております。現在地ここです。ここからですね、前回はちょうど小岳と目岳の間の馬乗せに出て目岳に向かったんですが、今日はですね、ここからですね、岩屋峠の方へ行って目岳に向かってみたいと思います。それでは行ってみます。はい、雄泉寺様をですね、こちらに行くと馬乗せに出ます。今日はですね、私はここを左の方に向かって岩屋を目指して歩いていきたいと思います。ここから初めて歩く道なんですよね。こちらも川に沿って歩く感じなんですね。いやー、なんだかとっても気持ちのいいルートです。道もとっても整備してくださってるんですよね。おかげさまでとても歩きやすいです。はい、ずっとゆっくりとこう歩いているんですけどもね、上りが意外と穏やかな勾配で、なんかすごく気持ちよく歩けるんですよね。いやー、清らかな感じですね。木漏れ日と鳥の鳴き声がとっても心地いいです。あ、水場ですね。整備された道が続いています。
本当にこう緑の中を歩いているという、まさにそんな形容がぴったりの、いやー本当気持ちのいい道ですね。あ、そこでどこかのコースとの合流ですかね。あ、岩屋峠だ。はい、雄泉寺様から700メートル歩いてきたんですね。ちなみに竹之内峠は、こちらということで、今度一回竹之内峠から登ってみたいと思います。でくるっと回って、目岳はこちらの方ですね。はい、今日は目岳に向かって歩いていきたいと思います。はい、目岳山頂です。何度ぐらいなんですかね。33度ぐらいですか。いやー、通りで汗をたっぷりかきました。はい、本日の奈良盆地の見晴らしです。はい、ただいま目岳 474.2m 山頂におります。目岳山頂から眺める 474.2m 尾岳です。はい、無事に下山してまいりました。何度か歩いたことのある道のそのすぐ横にですね、こんな素敵な道があることを知らずにいました。楽しい山歩きでした。ご視聴いただきありがとうございます。住田でした。